も起きてない。最新弾のミカルゲが公開されたけど、ぶっちゃけどうですか。結論、これには電動勢もドン引き。4月14日に発売されるスノーハザードプレイバーストに収録されるミカルゲ、特性漆黒の災いは、このポケモンがいる限りお互いの場の種ポケモン V は特性が全てなくなる。このポケモンがいる限り、こういったロック系の効果は基本的にこのポケモンがバトル場にいる限りというテキストがつくか、もしくはアローラベトベトンやダーストダスなど一進化ポケモンになることが多い。しかし今回のミカルゲは種ポケモン、種でありながらバトル場限定でもないので、ベンチに出した瞬間から種ポケモン V の特性を消す。ぶっちゃけ電動ではポケモン V 以外のカードも多く存在してるし、なんならポケパワーも混在してるから無問題なんだけど、まだまだポケモン V の特性が多くはびこってるスタンダードでは打撃が大きそう。対岸の火事として楽観視するなら、ケッキング V のデメリット特性を一進化のアローラベトベトンや相手に壊されやすい頂の雪道などを使わずにミカルゲで消せる点が優秀。炎エネルギーなら溶接光とダブル無色エネルギーで高校1段目から260ダメージが狙える。トーコンの回しを持たせると HP270 で高校1段目から270ダメージを連打する化け物が爆弾する。スタンの人たちが阿鼻共感してる中、脳死ミカルゲケッキングで鼻水垂らしながらポケ化しようと思います。チャンネル登録、高低評価、コメント、質問、リクエスト、他にもコンボ動画たくさん見ててね。ディディンディン。